あ、ガラス。安心。ガンバ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 。見えてる見えてる。あの粘着の20センチ左ぐらい。ちょっと待って。しっかり右手伸ばして横に体を倒して。ロープがねじれちゃってるから、ロープの、あれ、ここだ。一回ちょっと右に立てます。右？右のテラス。ねじれちゃってるね、ちょっとね。ねじれちゃってるわけね。できればさっきの右手でガバ、あの軟着の上のガバに持って、今の左手で持っているとこぬるいか。うん？要は軟着の下の方を引っ張ってきて、で一回またぐ押さないとダメ。もうちょっと下、うん、そこそこで、ヌンチャクの下側、うん、そう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 、で、でどうせあと今落ち着いてんだったらそれで一回そこ何あの頭から被る、頭から被るロープは頭からそう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 、気をつけてね。ちょっと待って聞くで、足を抜けば OKOK、うん、ちょっと待って。
ない。できます。右、もうちょい右上、右左上か、頭の上ぐらい。左に行くイメージです。この左手で持ってるガバを右手で持って左に回り込む感じです。一回レストしてもらう。右は行かないですね。反対、左側。左ですね、そっち
っかりレストした方がいいです。そこで。ちょっと折れますかね。はい、逆。そうです。これいける。ちょっと手前にガバないですか。これ？あ、それかな。いや、そこそこ。その辺にガバないですか。いや、もうちょっと奥か。これかな。多分それを右手で持って、左に回り込むと左にガバあるんで。クロスで出したいです。一撃。あれ終了点までないですね。終了点だけ。テンションかけました。はい、テンションかけました。下ろします。ヌンチャク回収してってください。ロープにセールスポットが多いです。